めちゃめちゃ光がね、当たるな。いつもこんなんなのに、いつもこんぐらいなのに、今日これだからさ。そしてるけど、でも昨日夕方にるって言ったけど、まあ、って感じですね。服黒いからかな、服黒いからあれめっちゃ光来るね。だからなんかめっちゃ髪の毛も明るいないよ髪の毛一緒。昨日とその昨日、ここ1ヶ月まだ染めない。ね、背景白って黒いとこんな違うんだ。ビッキーあれだね、待って、よいしょ、これどかして、これどかして、これをどかして、ちょっと、いほら、あれ、あ、違うよね。これとさ、違うよね。ほら、あ、黒ってすごいね。ほら、違うね。不思議、色ってすごいね。ほら、ほら、すごい、色ってすごい。服の色ってこんな変わるんだ、服の色で、びっくり。よいしょ、こんばんばん。ねえ、やらないとってなった。雨降ってきた、本当？わかんないや。前髪は自分で切るの。別に自分で切る時もあるし、あれかな、自分で切る時もあるし、その美容室、美容院いた時に、まあは切ってもらうよ、ちゃんと毎回。まあでも自分で切る時もあるって感じかな。普通に切れちゃう、自分で。私はお腹が鳴るな。あ、クッションはそう、今どかしたんだった、さっきどかしちゃった。先だけカットっていくらかかるの知らない。別にセットだっていうの、カットからトリートメントのセットでやってるから、いつもホットペッパービューティーで行ってるからさ、だから毛先カットだけとかは知らない、わかんないな。うん、そう、時間早くね、早いですよ今日は。ラジオはどんなコーナーなの？いつも
ちゃうから。電話くれる、それは分かんない、それは分かりません。今日はみんなに言われる、今日は配信早いっすねってメリオダスが出ない、本当？カットだけなら1000円のとこ、からと子とかはまあそんな毛先整えるぐらいだったら変わらんと思うけど、男の人って短いからさ、やっぱ変わると思うよ、いろいろ。こんにちは。なんかいろいろ、なんかすごいね思った、なんかね、なんか YouTube で見たことあるんだけど、なんかそういう切りカットのカット講座みたいな、なんか切り方カット講座みたいなさ、なんかいきなりおすすめに出てきたから見たんだって、なんか知らんけどいきなりおすすめに出てくることあんじゃん、なんかいろんなやつ、なんかそれ見たらさ、なんかめっちゃ、こんな考えて切ってるんだってなったよ、びっくりした。なんかこの人は量が多いからなんかこうなる、こうなりますよみたいな、ここをこうしたらこうなりますよみたいな、めっちゃ言ってて、へえこんな考えて切ってるんだってなったよ、本当にYouTuber になる、ならないですね。初見です、ありがとうございます。編集大変そうだよね、ね、すごいよね編集、ほんと。ホットペッパー利用ってサービス、入ってないってなったら、まあ、違うとこ探していくけど、大体同じとこ行ってるかな最近は、まあ、どことは言いませんがどことは言いませんが、散髪屋は小2からずっと変わるの、すごよくその散髪屋さん続いてるね。なんかあれじゃない、なんか泉さ、昔から行ってた美容室とかさ、なんか変わったりするんだけど、たま、なんか変わってたりしてたよ、なんか名前が変わったりとか、名前が変わっただけじゃないと思うけど、多分人とかも、多分店長とかそういうのなんか変わってると思うんだけど、変わったりとかしてたよ、まあ、美容室は美容室なんだけど、まあ、そういうのしてたらからさあるメンバー東京でカットしてるし、いつも東京でカットしたいよそりゃ、でも東京めったに行かんからさ、まあ、握手会とかでしか行かんしさ、まあ握手会の時間にもよるけどさ、まあ、それ名古屋になっちゃうんだよね、うん、切るのいちいちね、そんなね行けないわ、いつも東京でやりたいんだけどな。大阪ではどうしてたの？大阪では普通に行ってたよ美容室に。
なんだろう、普通に家からそん近いっちゃ近いけどそんな近くはないところに行ってたかな普通に。うん、なんか美容室って今時さ、美容室ってめっちゃあるじゃん。なんかえここにもあるしそこにもあるしそこにもあるじゃんみたいなあるじゃん。すごいよねコンビニ並みにあるからさ美容室って、びっくり。最近東京と名古屋って美容室に差があるかな、あると思うよ。やっぱ技術的な面とかもそうなのか分かんないけど、なんかやっぱり東京の方がさ、なんて言うんだろう、まあ、カットとかはさ、まあ分かんないけど、まあ、カットもそうかな、なんか流行なものをしたい人ってさ、やっぱり東京に行くイメージ。泉は東京ってさ、やっぱ流行の最先端じゃん。だカラーとかもさ、なんかそういうイメージだから東京の方がなんかあるんじゃないかなとは思うけど シャンプーしてるときに寝てしまう。本当？技術より相性かな。ほう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 、あるんだそういうの。でもね、泉あったよ。昔小学校ぐらいからずっと行ってる美容室で同じ人にずっと切ってもらってた。だってその人めっちゃ上手くて、大阪にところね、その人めっちゃ上手くてめっちゃ良かったけど、なんか結婚して赤ちゃんができたから辞めちゃったみたいなとかあるよ。普通にあった。 でその次に見つけたお店でめちゃめちゃ上手い人がいたの。そうで、その人に切ってもらってたんだけど、その次はその人もじゃないけど、なんかそこのお店がなくなっちゃって、ある日っていうか、いつかいつ何年か後かに、でおーってなったことあるコーヒーが飲める美容室最後だいたい飲めるくない？だいたい飲み物聞いてくれるくない？美容師さんに SK メンバーってバレてる？バレてない、絶対バラさないバレたくないもん、嫌だ。なんかいろいろ聞かれるのがめっちゃ嫌だから、絶対になんか言わない。泉はだからなんか一番最初行った時とかさ、なんかなんだろう、何歳ですとか、何歳はまあアンケートで書くけどさ、なんだろう、学生ですかみたいな、泉のこの見た目だって言われるじゃん、学生ですかみたいな、なんかいや違いますみたいななる、どうしようってなる、いつも。でも普通に大学生ですって言う時もあるよ、違う、なんかネイルの時とかさ、違う時とか、うん、あるメンバーはダンサーを通してるな、さっきツイッターで見たわ。そうね、分かるよ、そのなんかさ、本当に分かっちゃう。うん、なんかそういうのが、なんだろう、なんかそう、もしさ、なんかおなんかまあ社会人ですって言ったとしてさ、え何のお仕事やられてるんですか、うわどうしようってなる。まあいろいろみたいなあれ平日お休みなんですか、まあ休みの時もあります、まあバラバラですねみたいな、本当にね困るめっちゃ困る、そういうの。美容師が秘密にしてたらもうその時は別にその時で、その時ですね。そう、設定ね忘れるとね辻褄が合わなくなる、それなんだよね本当。そう
休みだから来てるんやって言いたくなる。設定作るやま、うん、でさ、なんかあの出身どこですかってさ言われた時にさ、あ大阪ですって言ったら、あ大阪、あ一人暮らしですかみたいな言われる時あるじゃん。あ一人暮らしですってなって、でえなんで名古屋に来たんですかみたいな言われる時あるの。まあまあ学校がこっちなんでみたいな。学校で通した時やね、学校はこっちなんでって言ったらさ、えでも大阪の方がなんかそういろいろありそうなのにって言われた時、あどうしようってなるいつも。そう、まあ確かにそうだ、そうかもしれんけどってなる。そういつもなる。だからね、なんか泉はなんかなんて言うんだろう、得意のあのちょっと私無口ですよオーラみたいな出す、オーラではないけどそういう雰囲気を出す、なんかちょっとわかる、なんかあんまり喋りかけづらいなみたいなのを出す。私はわかるかな、そうするいつも。いつもそうでさ、めっちゃ前にねお姉ちゃんと一緒にね美容室行った時ね、お姉ちゃんはあの喋るのがめちゃめちゃ好きなの、あのお姉ちゃんはね、まあお姉ちゃんはまあ同じ接客業っていうのもあるんやと思うんやけど、まあ喋るのがめちゃめちゃ好きでずっと喋ってんの横で、あーすげえなーって思って、泉は無理だわって思いながら、泉は普通に雑誌をこうやって読んだり携帯を触ったりしてる。そうお姉ちゃんはなんか美容師さんから話しかけたない話で、まあ、自分からまたそれをなんていうの盛り上げて いく人なんだって。なんか自分からまた話を作りに行ってる、あーってなる。まあ同じ接客業だしねってなる、まあ、いつもそうやってるんだろうなってなる。お客さんに対して